こんにちは、タロットティアラのレイスタロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどをレイスタロットで読み解いていくチャンネルです。未解決事件などもズバッと切り込んでいきますので、チャンネル登録まだの方はどうぞご登録よろしくお願いします。チャンネルメンバーシップも始めました。メンバーシップでは通常の動画ではアップできないようなレアなお話をしています。 どうぞそちらもご参加ください。概要欄に貼っておきます。そして、今回のテーマは、ナス遺体焼損事件パート3です。母親はなぜ愛娘に殺されたのかをお送りします。娘が母を殺すに至った理由、2人の関係性を深掘りしていきます。まず、私がですね、なぜパート3を作ろうと思ったのか、こちらです。 パート2で幸子さんを呼び出したとき、激しい怒りの感情をね、感じたんですね。そもそもね、なぜかその時は、龍太郎さんじゃなくて、幸子さんを呼ぶべきだっていうふうにも思ったんです。そして、1枚目の DNA のカードを見たとき、肩越しにね、幸子さんがね、鬼の行走で訴えていたのも感じました。どうしてもね、学みが関係してるっていうことを伝えたかったんだと思います。 その後、娘も逮捕されたということでニュースが出ましたね。この事件の根底にあるのは、実は母と娘の確執なのではないでしょうか。では、事件を見ていきましょう。娘、愛美容疑者逮捕です。上野で焼肉店などを高く経営していた社長夫妻殺害事件、7番目の容疑者として新たに長女、宝島真奈美31歳が逮捕され、波紋を広げています。 マナミは母サチコさんの連れ子で、龍之介さんとは血が繋がっていないようです。なぜ今回マナミの逮捕に至ったのか膨大なメールの解析です。捜査関係者によると、関根聖波32との膨大な通信記録の解析から、マナミが事件前、社長夫妻がいなくなることを前提にやりとりしていた会話を発見。マナミも 夫婦を殺害する計画を事前に把握していたと見て逮捕しました。殺害事件後代表取締役に。ま、なみは両親が殺害された1ヶ月後、5月15日に三栄商事の代表取締役に就任したばかりでした。6月下旬にダイニングバーが営業再開すると連日店に訪れていました。あの凄惨な事件から今、 宝島ロードはこのような状況になっています。宝島ロードの沢があり、三栄商事の飲食店がひしめき合い、20店舗近く営業していた上の中通り商店街では、今は4店舗しか営業していない。残りの十数店舗はビルオーナーから営業再開を止められているそうです。学、ま、みと取引のある不動産業者の話です。不動産業者の話。 マナミさんは思ったより元気そうに見えました。パートナーに両親を殺されたんだから、ショックを受けていてもおかしくないのに、受け答えもしっかりしていた。店はできる限り続けたいと言っていた。お店の経営に乗り気だったようですね。事件後のしれっとしたインタビューや、周囲の受け答えから、やはり不自然さを周囲も感じていたようです。さらにこんな話も出てきました。 長女を可愛がっていた幸子さん。中国から来日し、宝島労働を築くまで、並大抵の努力ではなかったであろう宝島夫妻。特に幸子さんは、自分と瓜二つに成長した学美をとても可愛がっていたと言います。確かに二人はとても似ていますね。次は、学美の中学時代の知人の話です。学美の中学時代。 とにかく立ちの悪い男子連中とつるむ。お姫様みたいな感じでちょっと怖かった。マナミとセイハは中学からの友達。久しぶりに再会して親しい関係になった。主導権はマナミの方にあったと思う。関根は言われたことをやるだけ、みたいな感じ。今回の事件も主導したのはマナミの可能性もありますね。次は二人を知る関係者の様子です。 親子仲が悪くなった理由。関根と仲良くなってから親子仲が悪くなった。宝島夫婦が関根のことを嫌っていたんで、それを学みが逆切れした。関根の素性が嫌なんだと思うお母さんたちは。まあ娘がこんな全身入れずの紐男を連れてきたら全力で止めますね普通はね。やはり両親が反対する結婚。 あとお付き合いっていうのはねうまくいかない不幸な結果になるっていうことが多いです次は愛美の過去です愛美の挫折愛美は過去韓国人男性と結婚しロスアンゼルスで生活していました元夫はロスのコリアンタウンに韓国料理系のバーを出店しかし2020年に日本に帰国すると離婚になってしまいます その後に関根と再会します。ロスのきらびやかな生活の失敗と離婚は学びの挫折だったのかもしれません。では今回のポイントです。今回のポイント、仲が良かった母と娘に何があったのでしょうなぜ娘は母を殺すまでに至ったのか幸子さんの思いも聞いていきたいと思います。 では早速見ていきましょうナス遺体傷損事件パート3です母親はなぜマナ娘に殺されたのかをお送りしますではですね最初にこちらのトゥルーエモーショナルカードでこの事件の根底にあるものこの事件のテーマを見ていきたいと思います 今日は幸子さん母親のね幸子さんとまなみの関係性という観点から深掘りしていきますそしてこの事件の根底にあるテーマとは何なのでしょうルージングスリープオーリードうーんずっと とこれは心配していた眠れないぐらい気に病んでいたということでしょうどちらかといったらこれね幸子さんの方じゃないかなと思うんですねそれは愛美、ま、とあと内縁の夫関根昌派正派か 関根が2人で何かしでかすんじゃないかっていうふうにずっと心配をねお母さんはして,みたしていたみたいなんですねだからすごい無理やり役員から抜かしたり強硬的な手段に出たのでしょうそのぐらいね恐れていたし2人を恐れていたし 何をしでかすかわからないところが関根と愛美にあったんですよはいそのぐらい危険な人物だった関根および愛美がと読めますねではこれは置いといて次はタロットカードで見ていきましょうまずは今回も亡くなった幸子さんに お話を聞きますので幸子さんに来ていただきます実の娘血のつながったしかもね瓜二つの娘ですよね顔がそっくりですよね瓜二つのマナ娘に殺されるということ 実は前々から何らかの危険を察知していましたしていたようですだから急いでもう無理やりね取締役役員からね1月に外したって。 ニュースで書いてありましたよね。そのぐらい切羽詰まってたんだと思いますね。もしかしたらその前に何かやろうとしたのかもしれないね。第1弾の事件があったのかもしれないですね。今回は マナ娘に殺されてしまったお母さん幸子さん話を聞いていきますはいでは見ていきましょうまず2人の過去 一体何があったのでしょう過去はどんな状態だったのかペンタクル6これはですね与える側と受ける側で美しいバランスが取れていたいいバランスだったしかも奥の方にね建物がありますよねタロットカードで奥は未来を表します なのでこのまま順調にいけばいい未来ちゃんと相続できるようなものがたくさんあったはずなんですねもちろん真ん中にいるのが幸子さんと龍太郎さんですね親としてお金を何かあるごとに援助してきたんでしょうね、ま、な美容疑者にねおそらくあの韓国 料理をロスでやったっていうのをあの頃ってちょうどパンデミックのねすごい流行りだした頃なのでそれで大打撃を受けて戻ってきたんでしょうね失敗して大失敗してその時もなんやかんやお金をあげてたと思うんですよ融通してた援助してたで、それは、 それで娘も喜んでいたしお母さんも娘大好きだったからちょうどいい感じだったんですよいい関係にあった正位置で出てましたからねでは事件直前のあたりです一体二人に何があったのでしょうセブン・オブ・ワンド逆一これは 下から突き上げてくるライバルに逆さになると蹴落とされちゃうんですね。これ正一の場合だと有利な状態を丘の上にいてワンドを持っていてライバルからは有利な状態を表すんですけど逆一になるとその有利な状態から突き落とされてしまう。一気に なのでおそらく、ま、なみは自分は長女だから相続的には有利だと思っていたんでしょう。しかし危険を感じた幸子さんと龍太郎さんから取締役役員をこう外されて下から突き上げていた次女の娘さん。 海外にいるみたいですけど次女の次女に権利を奪われてしまって逆転されちゃったわけですよ一気に立場が弱くなってしまったではお母さん幸子さんの気持ちですね幸子さんは愛美、ま、に対してどう思っていたのでしょうエース・オブ・ペンタクル逆位置。 これはですね、逆一、すごく本来だったら三大ウィッシュカードといういいカードなんですけど逆一になっちゃうとお金だけなんですね。精神性が伴っていない。ただお金のことだけしか考えていないっていう娘になっちゃうんですよ。あの、確かナみがね、いつもね、 写真に撮られてる時って、アクセサリーとか、ファッションとか、ブランド物でね、がっちりと着飾ってましたよね。<laughs> ああいうふとした写真にも、その人の本質が出るっていうか、まなみ自体はもうお金のことばっかりなんですよ。ギラギラしてるのね、すごくね。 なので自分が相続とか経営とか不利な立場になったとしたらすごい焦ったと思うんですねお金を失うからではそんなお金のことしか考えていない娘だと思っていた幸子さん愛美、ま、はお母さんのことを どう思っていたのでしょうジャスティス・正一これは正義ですね正義はやっぱりあの正義にはっきりしてるっていうか白黒はっきりつけたがる性格なーなーのことは嫌なんですよで 可愛がるんだったらちゃんと可愛がるしその代わり一回外すとなったらもう完全に断絶するみたいなで自分の言うことを聞かない娘には剣でズバッと断ち切るっていうねきっぱりとしたね強さがねあるんですねはい幸子さんはね そういうふうにお母さんのことを見ていたようです。そして正義なので言うことがねもっともなんですよ。おそらく迫ったんでしょう。あの関根と別れるか別れないんだったら店からは手を引いてもらう二人でみたいなバサッとねこの件でねで。もし別れるんだったら 取締役役員にはそのまま残っていいよとかねそうやってねちゃんと決断させようとしたんだと思いますお母さんは。でそれそういうきっぱりとした人だから一度言い出したことはこう簡単に保護にしないっていうかこだわってるからその約束をちゃんと 実行する人なんですすよ実行する人だと思っていただから一度外されちゃったらもう戻れないっていうふうにナミお金はお金を大好き娘は焦ったんでしょうでは2人の間にある障害や援助になっているものは何でしょうスリオブ・ワンド聖一 これは新しいこと新しい世界に行くという意味ですがうーんスリーオブワンドねこれはどっちにとりますかねまあ良くも悪くも殺されてしまったわけなのでおそらく展望があったんでしょうね 新しいビジネス新しい例えば新しい土地でもっとさらに事業を拡大するようなそういう計画が学、ま、みと関根にあったんでしょうさらに進展させていく野望それがあったから こう役員から外されちゃうのがすごく悔しいわけですよ。はいで三本のワンドっていうのはここで関根も入ってるんですよね。関根と真波と幸子さん三人のバランスです。では真波、ま、の状況です。真、ま、波の状況その事件のあたり 学びはどんんな状況だったんでしょうハングノマン釣り男の聖一これはですね自分はどうすることもできないっていうか手と手をこう隠してるでしょう手を隠してるっていうことはあの自分の手を汚したくないんですよ <laughs> 自分の手を汚さずになんとか お母さんこのはっきりとしたお母さんから財産を奪いたいと思っていたそれでいろいろ考えあぐねたんでしょうね関根と学人で考えた2人のアリバイがちゃんとなっていることそしてかつ自分の手を汚さないで済ませられること。 で、これだっていうふうに、こう、ピカーンってひらめいたんですよ。第三者に殺させるっていう。おそらくね、これが出るということは、関根と話し合ったと思いますね。方法、手段について。どうやったら両親を消すことができるか。誰に。 それをさせるのかっていう計画どうやって騙し込んで誘い出すかっていう計画しかも絶対に手は汚さない自分のだから両親も傷まないわけですよ自分の手が汚れていないからあそしてこの愛美、ま、の状況としては 経営に手も出しも出せないっていう状況でもあるという意味でもあります経営から完全に外されちゃって経営に手足も出せないしお金も入ってこないっていう状況になってしまった今までは何かと融通してくれていたお母さんでした、はい、そしてでは幸子さんのね状況です 幸子さんのその当時の状況戦車聖地これもいいカードですねすごく商売がうまくいっていてまさにどんどんさらに進めていこうという息が一気にあふれていたというかだから違う場所にも 自分たちの宝島ロードを作っていき行こうとしていたそのぐらいやる気に燃えていたんですねなので戦車って乗り物でしょ乗り物だから移動っていう意味もあるんですねなので上野から別の場所確か品川とか大田区の方でしたっけそっちの方に物件を見に行ってたんですよね だからそっちの方でも自分たちの宝島ロードを作ろうとしていた。そのぐらいの野心に燃えていた状態だったんですね。すごくいい状態だった。お金も儲かっていた。しかし、心配事はずっと頭の中にあったんですよ。夜も眠れないぐらい。 あいつらいつか何かするんじゃないかっていう心配事あいつらっていうのは関根と愛美ですねはいそのぐらいね危険人物であったし幸子さんもその危険を感じていましたでは不安と願望の位置にはどんなカードがあるんでしょう「セブン・オブ・ペンタクル」位置「イチ。 これはですねこれまでの培ってきた娘との縁っていうか関係性これからどうしようかっていうふうに悩んでいる幸子さんおそらくねこれ幸子さんでしょうね。 娘との関係性をどうするかでも孫はかわいいんですよ孫はかわいいから孫は彼女にとってこう金の宝なわけですよ金の宝いずれいい教育を受けさせて経営に携わってもらいたいっていう気持ちだけど関根と真奈美 には渡したくないいっていう気持ちでねすごいジレンマをね感じていいたと思います自分たちのどんどん膨らんでいく財産をこれからどうするかっていう思いもあったのでしょうはいでは未来の位置です未来の位置にはどんなカードがあるのでしょうキング・オブ・ワンドゼイチ これは龍太郎さんですかね龍太郎さんが二人が喧嘩するとズバッと中に入っていったんでしょうね王様らしくまな、あ、みとは血がつながっていないからああ中立的な状態を 取れたんでしょうね龍太郎さん的にはねでもうこれ誠一なので恩情ががああるるんですよ情があるおそらく小さい頃から愛美を育てていたんじゃないでしょうかね情も持っていたんですねなので分かったこれね龍太郎さんなんですよ <laughs> さっっきも言ったけど、あのー、お母さんは完全に疑っていたんですね。ま、な美と関根はいつか何かするんじゃないかっていう心配。で警戒心があった。あんなにばっさり切っちゃったから。警戒心があったんだけどこの人龍太郎さんは。 ままあ、まあそんなことするわけななないいじゃないかそんな俺たちをどにどうこう手を出してくるわけないじゃないか警察沙汰になるようなことをするわけないじゃないかっていうふうになだめすかせてたんですよ幸子さんのことそれでまんまと引っかかっちゃったんですねその日。物件を 見に連れてて行きますよっていう嘘に引っかかってしまったまさかそんな自分たちに危害を加えるわけないから大丈夫だよっていうふうに龍太郎さんがなだめすかせちゃったからその話になっちゃったんですよ幸子さんにはねずっと疑う部分がありました では最終結果ですマナミと幸子さん関係性最終結果ペンタクル3の逆位置あ,あこれはですね認められない、うん、そもそもですねあのこれ本来だったら仕事の技術や才能が認められるという意味のカードなんですね。 逆一になっちゃうと、それが認められない、仕事ができない、センスがないっていうカードになってしまいます。なのでおそらく、彼女を学びっていう人は、すごく自分のお金欲しい、お金第一の人にもかかわらず、経営のセンスとか仕事のやり方とかっていうのが、 全然できてないダメな人だったんですねだからこの長女に店を任せるのは無理だっていうふうに思っていたんでしょう仕事ができなすぎる経営のセンスが悪すぎるあと自分の儲けることしか考えていない経営ってねそれお金だけを負ってたら ダメですすかかららね。ね。失敗しますから、ね、ちゃんと失敗することを見越していたんでしょうね。正派と学びじゃ必ず失敗するっていうこと。だから経営も任せることができないしそれをねおそらくねずっと言ってたと思いますね。あなたのやり方はでき じゃダメみたいな感じはいそれを言う点でも娘と母親の間に確執はあったのでしょうはいこのようになりましたではまとめていきましょう仲が良かった母と娘に何があったのかというとそうですね昔から疑っていたいつか自分たちに 何らかの危害を加えるのではないかと恐れていたなぜ娘は母を殺すまでに至ったのかといったら自分の有利な立場から引きずり下ろされてしまった愛美はお金だけを求めていたここにね不思議なことにね皆さんわかります ないカードがあるんですよないカードカップのカードがないんですよカップは愛情や感情を意味しますここにあるのペンタクルのカードばっかりでしょペンタクルお金ばっかりなんですよこの親子特に愛美はでお金をちゃんともらっている分には関係性がうまくいっていた過去 お金でつながっていた母と娘だったんですねそれを断ち切られたからもうつながりがなくなっちゃったではですね最後に幸子さんの思い幸子さん思いですね愛美に対する何か思いはありますかっていうのを聞いてみましょうこれ。 ちなみに何か思いはありますでしょうかフンドの点逆位置すごい <laughs> 出ましたねあなたの手には抱えきれないこの大事件はねうまくやりを押せたかと思ったかもしれないけど必ず暴かれる あなたが手にしてたと、手にしたと思った財産は逆さになって腕の間からすり抜けていきますよっていうことをなみに直接言いたいと言ってますねはい学みの強欲さお金への執着っていうものから 発生した事件だったと思います悲しい事件だったと思います幸子さんのご冥福をお祈りしますこちらのチャンネルではタロットカード78枚の知識や身につく動画をと作っておりますよろしければいいねボタンそしてチャンネル登録お願いしますメンバーシップ動画では通常の動画では アップできないようなレアなお話をしています。よろしければそちらの方もご参加ください。概要欄に貼っておきます。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。